お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらの LJ で気にやっていきたいと思います。で、今日なんですけども、ちょっと前のね、動画でゴル内でゴレを押してね、ゴレを走らせるっていう動画を出したんですよ。そしたらね、他のデッキでもやってほしいっていうね、なんかペッカでやってほしいとか LJ でやってほしいっていうね、コメントめちゃくちゃもらったので、まあ今日はその LJ バージョンですね。はい、足が遅い LJ の後ろに足の速いゴルネを出してね、ゴルネ走らせて LJ をね走らせて、もう相手のタワーにね強制的に LJ をね届けて大ダメージ狙っていきたいと思います。さあ、というわけでね、やっていくんですけど、まあ似たような戦術がですね、まあムートギャングとかスケバレバルーンとか、あとねコメントであったのが、あのバルキリーウォールブレイカーとかね、バルキリーホグですね。まあ、エリババもか、なんか、バルキリーエリババとか。まあ、とりあえず、足遅い後ろに、足ほよい、速いを出して、無理やりね、お前走れ走れ走れってね、強制的に走らすやつですね。はい。まあ、そんな感じのね、やつをやりたいと思います。行くか早速。いや、早速行くの怖えな。いや、でも、今、定内にゴルナイエリジェやるから結構熱いんですよね。なんか、エレジャイからゴルナイよりかは、ゴルナイからエレジャイは熱いですね。最低何も出してこないってことは、大型か、そこも出して、いやー、これね、一回我慢でいいですか。これ多分ウルトラスケラかウルトラバルーンかみたいな、多分そんな感じのデッキなんですよね。ああ、そうですね。そうだから、まちょっとめんどくさいんですよ、このインドラがね。マジインドラがね、ガチ悪さします今回。フリーズパッキン来て、まあでもマッチョが、あれ、いや、もうキング起動できたらなんなら俺のターンなんで、ちょっと許してください。いや、待って、ボンバー、オーケー。いや、もうこっからやり放題です。 LJ 走らせ放題です。強制的にね、もう嫌な役割をゴルデンにちょっとしてもらいます。お前やめろよ、お前ふざけんなよっていうね、学生の絡み。さあ、行きましょう。まああとは、まあ、このデッキがね、まあ嫌なのが、まあ、なんだろうな。インドラか。インドラフリーズで LJ って守られるんですよ。だから LJ って意外とね、インドラに弱いんですよね。さあ、一旦走ってもらって。まあ、これでも、この走るだけだったら、始めに出してるのと一緒なのかな。なんか、気持ち的には。どうなんだ。で、これトルネやると、フリーズ来るし、なんならカウンターがね、お一旦ステイの。オッケーオッケー。いや、思ったより、いいね。で、この時、対空がマジでちょっと薄いんで、よし、マジ。インドラマジで。インドラマジでやばいっすからね。いや、範囲でね。いや、いい感じに。よいしょ。いや、これなんか、あえてキング吸わなかったみたいなこと言いたいんですけど、吸った方が良かった説あんな。いやー、これ LJ 受けるか。じゃあ、走らせたいんですけど、ちょっとだけ待ってもらってもいいですか。いや、でもこれさ、あなたフリーズ使ったよね。あ、これ、来た。もう一回走ってもらおうかな。一旦邪魔。いや、これ、あれだな。普通に走るだけになっちゃうな。普通に走っただけだったな。まあまあまあ。フリーズか？トルネか？あ、なんか、タギが。タギがでもいい。いやー、マジ、フリーズ、強えな。LJ フリーズされるとマジで。マジ雑魚になっちまう。さあ、もうこれ LJ 受けからの、フリーズ使ったもんね。フリーズ使ったらもうこれ守れないですからね。さあ、問題は、これはあんまトルネで守りたくないっていう俺のわがまま。まあフリーズしてほしいですね、これ。いや、してこないな。いや、目がいいな、俺。あ、これ勝ったっすね、さすがに。ディンディンして、まあユニットいないんでね。さあ、ボンバー、タルババタして、まあゴルナイ走れないんですけど、まあこれどうせトルネで下げられるんで、それならユニット追加した方がいいです。よいしょ。さあ、オーケー。というわけで、まあゴルナイ、ゴルナイを押してね、LJ 走らすは、まあ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 、一旦ね、相手が施設持ってない時とか、絶対刺さるっていう場面ちょっとグッと熱いんですけど、まあ今みたいなトルネもフリーズもあるとね、駆け足ぐらいでしたね、ちょっと。さあ、ちょっとね、走らせたいですね。まあなんか相手によってはむずいかもしれないですけども、LJ 届いちまえばね、タワーに届いてしまえば強い。届けることだけはね、マジ、ゴルナイ得意なんでね。さあ、まあ適当にカード回して、ちょっとゴルナイエリジャ行きてえな。いや、明確でしょ？いや、熱いな、もう。秒で届いちゃうよ、これ。いや、何なんだろうな。おー、オッケーオッケーオッケー。サウンド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 。よしよし。いや、これもう行くしかないっしょ。いや、これスパーキーの顔してんな、あんた。もしかして。
おおー、いいいい、これでダクネ処理できるでしょ。熱くね、これ。いや、マジで。あー、もう押すの終わっちゃったんですけど、いや、十分すぎるぐらい押したか。いや、エリーババおるやんけ、俺の嫌いな。あー、どっちが本物のエリーババか分かんなくなっちゃうな。さあ、ゴレっていいんすね、これもしかして。エリーババダクネ、ゴレちゃんだ。多分久々に見たな。いや、多分ゴレっすよね。ゴレしかない気がするけど。あー、まあ、タレやっといてもよかったけど。まあ、エリーババライトニングで飛ばしたいな。さあ、これは一旦守るしかないですね。まあ、相手のスペルがね、ヤナメと他がちょっとわかんないですね。まあ、とりあえず、ファイボなのかライトなのか何もわかんないんですけど。まあ、ボンバーぐらいは出しておくかな。で、あの、メガゴやばいっすね、僕、マジで。メガゴに勝てるユニットがちょっといないんで、まあ、なんかベビードラぐらいで頑張ろう。さあ、まああと範囲でなんとか耐えたい。いや、いいね。さあ、ダクネもね、この死亡時コウモリいなくなったんだね。平和だ。なんならコウモリ生成1体ずつでもいいんじゃない。さすがに嫌いすぎ。いやー、これちょっと熱いな。いや、もう一回走らせる。いや、これさ、多分走らせない方がいいんだよな、多分。エレジャイこれ行くと、あのね、多分守れなくなる説があるんですよね。いや、どうしようかな。一旦守るわ。一旦おとなしくしていい、俺。あ、でもこれ相手がさ、メガゴ防衛で使ってくれたのマジででかいんだよね。俺、このメガゴだけがマジできついんだよ、このデッキ。でもそのメガゴを相手が裂いてくれたから、結構熱くて。なんならさ、もうエレジャイ2人ちょっと。おー、ザップ。いや、このエリジェフト多分やったっすね。まあでも、なんとかならん？いや、もしかして左の方があいつ削るんじゃない？じゃあ、ダッシュさせたいんだよね。じゃ、俺が一番走らせたいんですよ。ちょっと待ってくださいね。もうすぐです。もうすぐ走ります。エリジェイが走ります。あれ？もうなんかこれ、エリジェイ走んなくて勝てるじゃん。歩いても勝てるんじゃない？てか、ヤファイザップっすね。もしかして。レアレアだ。いやー、トルネで剥がすのはちょっと危ないですね。いや、でもめっちゃ入るじゃん。あー、もうこれ、ゴルナイで、これ、おもろいっすよ。よいしょ。あれ？マジかよ。マジかよ。ミリもおもんねえじゃん。ちょ、今の俺の紙トルネをさ、見せようと思ってたんだよ。うまくいかんな。エリジャイ歩くしさ。さあ、まあ相手は必死に溶かしに行きますよね。でもエリジャイ溶けなかったらもうこの瞬間勝ちなんでね。さあ、走らないか。歩くエリジャイでも勝てると。まあ一回走ったけどな。もっとなんかタワーまでドーン行ってほしいよね。さあ、悪くはないんですけどね。そう、悪くはないんだけど、まあせっかくなら、ね、もうタワー目の前までこのエリジャーおじちゃんを届けてあげたいっていうね、思いがやっぱあるんで。いや、行くか。これもう考えたらダメな気がしてきたな。一旦押してあげよう。ちょ、おじちゃん押してタワーまでね。もう無視です。はい、届けます。やっぱ届けることがね、使命なんでね。これもうバルーンですね。あれ、違うの、わかんねえな。アイゴレおじちゃんたるな、どれがおじちゃんだ。まあ、一旦届けましょうか。一旦行け。いや、早いんだよな、でも。マジで早い。え、これさ、三死だ。あ。うわぁ、すごい。しかも竹がさ、エリジャイに行ってるからさ、全部やってる。やばいやばい、全部やってる、全部やってる、全部やってる。マジやばい。やば、ちょっと待って待って待って。こっちにもいるわ。ちょっと待って待って。やば、ちょっと待って。いや、今のは、強えな。やばいね。今回三死、今のやばいね。いろいろとやばい。まずエレジェがタワーに秒で届いたのもやばいし、なんなら守られてるのもやばいね。タワー落ちてよかったやろ、今の。よく守った。そして後ろの三死やべえと思ってたら、一匹もっておかしいな、一体もいなかったっすね。これないか。やばっ、今のえぐいな。なんかもうすごいことが起きてたな、今。これだってやり得だよね。
今の見たら相手もこれ 3C も出せないよね。出せるのは出せるのか。1回ね、2回目はね、なんか通じないと思うんですよね。でもちょっとタイミングずらして置かれたりとかさ、絶対あると思うんで、一旦我慢。一旦ね。うん。さあ、早めにやっちゃいたいですね。まあ、これはちょっと低めで。まあ、豚ちゃんがね、やっぱ来るっすからね。よいしょ。さあ、延命してくる。全ダッシュ。てか、サンシーロイフグにゴルナ入りってちょっとレアっすね。さあ、相手めっちゃ来たっすね。で、僕も受けがないんで、おじちゃんで受けます。はい、マッスル、ハッスル。あー、で、ハンターもいんのが、ちょっと嫌ですね。おー、いい防衛よ。あ、一発ある。でけ。まあ、ライトニング2周とか思いながらね。まあ、肥大侵されると厄介なんだけど、多分、ゴルナイダッシュトルネー的なんでね、なんとかなりそうなんだけどな。これ、走ったら届かせたら俺の勝ちみたいなのはない？うん。さあ。まあ、一旦歩くか。そこの許容でいいんじゃないですか？多分。あ、ボンバーがもう暴れてんな。これ多分、ハンターが。よいしょ。ハンターがね、良くないんだよね。さあ、剥がしてあげて、いやー、ちょっとね、危なかったですけど、最初のおじさんで押したの、おじさんでおじさんを押して大ダメージ稼いだのがでかすぎたね。これ刺さればバカ強いよね、刺さればね。刺さればね、少ないけどね。いや、今みたいなね、刺さればバカ熱いね。刺さればマジ熱い。刺さるデッキがね、あんまねえな。まあ、とりあえず施設持ってないっていうのが第一にね、いるんでね。まあでも、マジ今みたいなことが起きると気持ちいいね。おじさんコンビでね。さあ、いやー、ありそうだ。でも、ナイタチが迫撃っぽいっすね。いや、一旦走らせてもいいけどな。攻め迫撃してほしいな。で、これ、アーチャーいるから、今走らせても止まっちまうな。ちょっとやべ。ミスったな。いや、もう押して、まあ、いやー、もう自分がどこ行っちゃった。あの子。さあ、まあこれはただのエリジェイです。今んとこただのエリジェイです。ベビドレが刺さってます。いや、めっちゃ入るな。やば。やばいっすよ。ゴルナイからエリジェイ出しただけでこうなるんですよ。で、相手多分迫撃、クロスか。まあどっちでもいいんだけど。よいしょ。さあ、なんかええ感じに一瞬ババに行ってほしいな。ああ、こっち来たか。まあでも。これは、おい。いや、熱っ。マジで。ゴルナイからエリジェイ出して、ゴルナイ展開エリジェイダッシュで、グッドゲームだ。強え技を手に入れたな、マジで。で、走らせればいいんでしょ。いや、これだって、なんか、なんとなくクロスチャキーとか来たら、もうガンムシ走ってこいでいいですもんね。まあ、さすがに。さすがにこの橋前エリジェイはヤンキーすぎると思うので、僕もね、一回ね、落ち着いていこうかなって。でも、ああ、でもこれ相手分かってんな。あれ？間に合うのか、気は間に合いそうだったな。まあいいや。さあ、ライト打って。まあ確実に耐えてしまえばみたいなところあるんでね。一発、いや、よく吹いたね。熱い。さあ、これケツエリジェイもちょっとありだけど、確実に行ってもいい気がするな、ぶっちゃけ。うん。さあ、LJ 出して。まあ、走らせたいんですけどね。まあ、一旦走んなくてもなんとかなるっていう。一旦走んなくてもいい。ただの LJ してる。さあ、で、このナイト回るか。ナイト、どこに置くんだろう。これさ、走れるよね。なんかすごいことになりそう。おお。すごいことにはなった。確かに。ボンタル？いや、強い。さあ、ケツエリジェイです。ここクロスないです。オーケー。これ来たね。あ、ここでゴルダンやるとね、もう、おもろかったんだけどな。走ってね。さあ、クロスでこっち来ても別にライトニング打てるんだよね。さあ、これはもう決まったでしょ。あー、ロケかーい。おれ？全部当たってね。それ相手やってる。
それだけはやったらダメだった。ああもう事故ってる。ああ、無駄にあんたがロケット外したんじゃないのっていう。俺に八つ当たりしないでよっていう。さあ、まあまあまあ、序盤チンパンがね、バカ刺さりましたね。いやー、施設ね、出てこないかな、もう一回。さあ、施設なし来い。施設なしが来れば激アツなんですよ。まあ、あとトルネとかもなかったら、まあ幸せですけどね。まあ、もう贅沢言い過ぎか。あ、これはね、マジで、今、ゴルナイエリジェやったら、マジで熱かった。ケツゴルナイからの、ハシマエリジェするだけだったんだけど、ねえんだ。そういう時に限ってねえんだ。わあ、もう、こんなええことないっすよ。迫撃されてユニットしかいなくて。いや、マジでカードサイクル、うんち。やばい。マジで。なんでよ。せっかくいい、ねえ。いい感じだったのに。台無しよ、マジで。さあ、まあ、一旦ね、適当に回すか。ゴルナインエリジャイの組み合わせがいるんだね。さあ、まあ、復帰やさよならして、復帰やギャングコウモリの、もう一個なんだ、ヤリゴブかガゴムレかみたいな話っすよね。うん。まあ、ヤリかガゴムレ、ヤリだったら出てくるけどな。違うのか。次、迫撃来たら無視したいっすね。無視してゴルナイからのエリジャイ組みたいけど、相手もな、もう多分攻め迫してくんねえのかな。してくれなさそうっすね。どうだろう、してくれるかな、優しかったら。ゴルナイからのエリジャイ組めばいいだけなんだよ。よしよしよし。いや、いいんじゃね。いや、ファイブ美味しい、それ。走れるよ、だって。走れるよ、走れるよ、これ。いや、走ってねえの押してんじゃん。さあ、強制的に。お、ルート強制さした？あー、そんなわけねえか。まあ、エレジャーの範囲広いんでね。サーチ範囲が。ラムライダーみたいに。めっちゃ遠い建物まで行っちゃうんでね。いや、ルート強制ワンチャンできたな。さらなる、さらなる新技生まれそうなんだけど。さあ、アウトロギャング。ハイボットかね。あれ、ゴルナイ走らせてえなー。マジ、ゴルナイめっちゃうまそうだな、今回の対戦相手。ゴルナイに弱すぎん？さあ。でも多分エリジャイ出さなくていいんですよね、ぶっちゃけ。ガチで。ガチでその領域なんですよね。まあ、一旦走り毒みたいなとこあるんでね。やば。化け物じゃん。タワーにこびりついてる。へばりついてるか。こびりついてるはなんかあれだな。汚ねえな。いや、マジでさ。やばいよな、ゴルナイ。だってもうエリジェイどうでもいいもんな、この試合。今んとこ。ゴルナイがただただ頑張ってるって。いや、拾えねえか。まあまあ。あれ、ベビドラで壊すか、おしゃれに。どうしようかな。どっちでもいいんだけど。おお、そっちにね。いや、これちょっとやったかもしんねえな。鬼巨陽で。いや、鬼巨陽しすぎか。いや、完璧な。裏？横だな。あー、だと思った、それは。痛い。さあ、迫撃受け、一旦走るか。いや、でもこれゴルナイがマジで出た。ゴルナイで勝つやつや。あ、だからなんかあれか、なんでだ。多分相手最後攻めすぎてコストなかったってやつですね。いやー、まあまあまあ、ゴルナイ、ゴルナイ、ゴルナイ。はい、というわけで今日はゴルナイでエリジェ押してみたんですけど、まあ、一回めっちゃ綺麗に決まったっすね。はい、もう気持ちよすぎるぐらい綺麗だったね。けどもあんまなんか刺さる部分がちょっと少なかったかもね、ゴレに比べると。うん、まあでもなんか刺さるとやっぱ気持ちよかったし、場面によってはまあ使えないことはないからね、知ってて損はないかなと、はい、思いますんで、まあ皆さんもちょっとね、状況次第ではね、はい、試してみてください。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。